これ改めて見るとすんげえ日焼けしてるでしょ。色違いすぎだもん。めっちゃ痛えの。めっちゃくちゃ。どうも皆さんお待たせいたしました。大地でございます。待たせたな。前回のツイキャスのお知らせの続きといった、前回のツイキャスの知っているとは思うんですけどもね、僕ですね、755トークアプリっていうのをやってるんですよ。実は、密かに。結構ね、こう大勢ブワーって来てほしいんだよね。いや、仕事をしてる時とかの休憩時間にはそういうのさ、開いてさ、ちょっとね、暇つぶしにね、お話できたらなとか、こう休日の日にちょっとね、今何々やってるよとかね、おしゃべりできたらね、嬉しいなって僕はね、思うんだよね。755以外にも、インスタグラムっていうのかな。インスタもね、やり始めたんですよ。短い動画を上げたりできるのよ。写真とか。あと、バインもやってんだけどね。まあ、そういうね、ちょっとしたモノマネ、声マネネタをね、ちょっとインスタの方に結構上げたりしてるんで、ぜひ皆さんそちらの方もチェックしてください。755バイン、インスタのね、リンクっていうのはね、調べたらどんなの出るのかっていうのは、下の説明欄の方に貼ってありますので、ぜひ見てください。それにしてもほんとすっげえな、これ。もうちょっとここも赤かったら魔人ブー出るよ。魔人ブー。魔人ブーになれるよ。お前今デブって言ったな。お前ムカつくな。モノマネ、進撃の巨人、リヴァイ兵長、BL。おいやれ、入れてほしいのか入れてほしくないのか自分で決めろ。これは俺の持論だが、しつけに一番効くのは快楽だと思う。今お前に必要なのは教育ではなく性教育。この足は、お貴様ごときの魔人にやられはせん。お前、セミにしてやる。